はい、どうも皆さん、こんばんは。マー君でございます。本日もお夕飯にしてまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけれども、稲田丼。稲田丼、これ小ぶりのね、稲田1匹入ってますからね。で、下の方にご飯がちょろっとって、こちらがね、ネギま汁。マグロは本マグロですから。本マグロの、なんていうの、なんか加熱用のね、刺身の切り落としみたいな、腹すいたやつとかさ、ああいうのが入ってるやつ、安かった。なので、稲田丼とこちらのこのネギま汁。ネギま汁っつうのネギとマグロだけじゃなくて、豆腐とかね、大根とかも入れて作りました。いやいや、ほぼ停止だった。ほぼ停止だった。よかったね。すいません。お疲れ様です。おいしいね。ほっとするか。全身にハイボールが行き渡るみたいなさ。あ、ではちょっとネギ混じるね。ああ、うめ。本マグロだから煮てる時にもう油がすごいのよ。何回もお玉で作って油捨てちゃって。まあ、味付けめんつゆね。これ寒い時期にはいいんだよ。高いもの食べて、ハイボール飲んで、お腹の中でぬるくなるんですね。稲田の食べ、かき出し。お刺身は普通の醤油がいいっていう人も結構いるんだよね。まあ、どっちでもいいんだけど、まあ、どっちでもいい派っていう。これお刺身でこれ食べたら別に盛ればよかったかな。まあいいか。いただきます。ああ、抜群にうまい。鮮度抜群。さすがは角上魚類、さばきたて。さばきたてを買えるからいいんだよね、ああいうお魚屋さんってね。だから買って帰って家でさばけばいいじゃないか。めんどくさい。さすがに嫌だよ。定時で帰ったとしても家帰ってから魚さばくのは嫌だ。昔はさばいてたけど、昔はさ、若い頃とはさ、魚が上手にさばけるようになりたいみたいな、お亡くなりになったけど、なんか梅宮辰夫とかに憧れてた時期があったから、あ、タツニみたいにさばけるようになりたいみたいな憧れがあったからね。なんかそういうのさばいたけど、そういう向上心もあったしさ。今も向上心ないから、もう十分だと思って、だからさばいてもら
うん、おいしい。ちなみにこの下のご飯、あの酢飯なんですよ。なんか酢飯が食べたかった。てかお刺身を乗せるとなんか酢飯の方がいいような気がして、こうお刺身乗っけて、うん、うまい。やっぱり酢飯の方が食べやすい。そんな気しない。なんか酢飯の方が圧倒的に食べやすいような感じがするな。肉ばっかり食ったら体が悪いから、これたまにこれ魚食っとかないと。でも意外とその悪玉コレステロールとか低いのよ、まあ、意外とと思われるかもしれないけど、本当に低くて、まあフィッシュオイルとか飲んでるからね、そうかも、そういうのがあるかもしれないけど、うん、うまもう最近あのユタボのニュース飽きてきた、もう。少年革命家ユタボンか知んないけど、なんかもう小学生の頃はさ、小学校で不登校でなんでなんだろうとか、なんかいろいろと興味あってニュースとか見たけど、もう中学生でしょ、もう不登校だろうが何だろうがもうどうでもいいよ。でも高校生とか、もうそういう、ね、社会、中学卒業したらもう、不登校でも何でもないからね。単なる社会人なんだから。これからどうするんだろうね。中学卒業したらね。不登校じゃなくてさ、就職して出社拒否みたいな。めちゃくちゃやな。何をするのも、まあ、自由なんだろうけど、不登校を売りにするのはあんまりよろしくないような気がするな。いじめとかでさ死ぬ人とかいるからさ、死ぬぐらいなら不登校で全然いいと思うんだけど、だけどその元気はつらつで不登校ってさ、それを売りにするのはどうかなと思う。うん、うまい。
最近朝すごい寒いよね。寒いのも嫌だよね。寒いのも嫌なんだけどさ、暑い時期はさ、なんか朝さ、通勤するだけでさ、汗かくとなんかもうすごい嫌だなと思ったけど、暑いのも嫌だ、寒いのも嫌だってな。まだ思うもんだよ。美味しかった。もう1年間治ってない。これ病院だから、美容院じゃないからね。病院よ、皮膚科よ、美容院じゃないよ。それではごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さよなら。